あ、失礼します。はい、よろしいですかね。じゃあスタートボタンを押していただければ。さあ出発です。せっかくシートベルトを体験するんだから、カーステレオでも聞きながらドライブの雰囲気を出していきましょう。よそ見はしないでくださいね。おーおー、ブレーキブレーキ、やっちゃった。もしもこの衝突でシートベルトをしていなかったら、フロントから飛び出す大惨事になっていたはず。シートベルトの重要性について分かってもらえたかな。車に乗るときには必ずシートベルトを、当然一緒に乗る人も。衝突のショックをもう一度じっくり見て、今日の体験を忘れないでください。車に乗ったら必ずみんなでシートベルト。